プロ野球広島一の8巨人28日松田スタジアム巨人が優勝マジック1で迎えた一戦で広島に勝利4年ぶり39度目1リーグ制を含めると48度目のリーグ制覇を決めた球団2度目の2年連続 B クラス22年4位23年4位となる不名誉な記録から頂点を奪還した阿部慎之助監督 45は就任1年目で優勝を飾り2年原辰則監督以来22年ぶり球団6人目の快挙を達成した阿部監督は現役時代の背番号と同じ柔道マウンド付近で宙を舞った試合は相手先発森下に対し初回2一1・塁も5番坂本のところで二塁走者吉川が牽制アウトで好機を逃す 先発の菅野は中五日で今季24度目の登板リーグ単独トップ14勝で3敗リーグ3位防御率1.70今季の広島戦は3度目2勝0敗防御率0.87でセ・リーグの対戦球団別では最も相性が良い立ち上がりは先頭の秋山を門脇の失策で出塁を許すも犠打失敗や併殺打で先制許さず 2回の菅野は先頭の坂倉に宇宙間への二塁打を浴びるも後続をいずれも外野フライに打ち取る3回は両チーム三者凡退で迎えた4回表の攻撃先頭の吉川が左前安打岡本はは補佐比坂本は左もワイルドピッチがありにし二塁浅野は右前安打でつなぐと門脇がインコース高めを引っ張ると打球は一二塁間を破る先制打となり1のゼロ しかし直後の4回裏に矢野に左前安打で先頭出塁を許すと一市から坂倉を迎えたところで投塁を決められ坂倉には右前安打を浴びるなどして二市二三塁ここで菊池に左前的地打を浴び一対一の同点に追いつかれるそれでも菅野が5回に先頭打者に安打を浴び一市二塁のピンチを切り抜けると6回表に先頭の吉川が左前安打で出塁 続く岡本は,は左中間を破る適時2塁打で2対1と勝ち越しさらに西一三塁から